駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の木です。今回は東武東上線の時和台駅の北口に来てます。今回もね、ここからブラブラっと散歩していこうと思うんですけど、今回の目的はですね、駄菓子屋ゲーム博物館、今の宮本町でオープンして13年目になるんですけど、その2、3年ぐらい前に今とは別の場所で3ヶ月間期間限定でやってたことがあるんですよね。そこが今どうなってるか確認しに行こうってことですね。それでは目的に向かってお散歩スタートしましょう。いいのでござる。それでは時和台駅北口からお散歩スタートしましょう。このね、レトロな駅舎がなんか味がありますよね。あとね、このね、なんていうの、券売機のこのね、地図っていうのかな、料金表もなんかちょっとレトロな感じですよね。まあ自動券売機はね、今どきの感じなんですけど、こんな感じでね、行きましょうか。こういう感じでね、この駅舎が 2,3 年ぐらい前に建て替えたのかな。こういうパネルなんかもねありますけどね、まあ、昔のね写真なんかもあって、なんかいい感じですね。こういう感じのね写真が展示されてます。これお散歩マップなんかちょうどありますね。これね、時和台駅北口ってね、こうやってね、このなんていうのかな、プロムナードって言って、ね、並木道があるんですよ、こういうね。ただね、これ私ほらサブチャンネルでもやってますけど、まあなんていうの、道路マニアでもあるんですけど、ね、ここがね欠けてるのがね気に食わないですよね。やっぱ環状道路ならこうくっつけてほしい。なんかここがね、これなんていうのかな、切り離れてるのがちょっとね納得いかないというかね、気分悪いって感じですよね。まあ今更ちょっとね、まあなんともならないでしょうけどね。こんな感じで行きましょう。あ、ここね今駐車場になってますけど、昔ここね東武ストアがあったんですよね。ここも 2,3 年ぐらい前に壊しちゃったかな、うん、さあこんな感じで行きましょうか。テクテクとね、ほらここ広いでしょうね。ここ全部東武ストアだったんですよ。でこれが時和通りですね。時和通りをひたすらね上板橋方面に歩いていく感じですね。まあさっきも言いましたけどね、今から15年ぐらい前ですかね、期間限定で3ヶ月ほどオープンしたんですよね。まあそこが今どうなってるか、いやそこをねひたすら歩いていくわけなんですけど、まあ当時もね、まあもともとラーメン屋さんのそのなんていうかな、抜けたとこだったんですよね。なのでまあボロボロとこだな、築50年ぐらい経ってる感じの木造のボロボロのとこでしたよね、うん、ラーメン屋だったんでちょっと油っぽい感じで、まあだけどそこもね、まあ自力で探し出したとかいうか、まあその当時あの板橋区の発展舗活用コンセプトの大賞を受賞して、じゃあねそうやって、まあ、賞をもらったってことは、まあなんとなくね、まあものになるのかなと思ってね、それでまあじゃあどっかでやりたいなと思って、で地元でまあ探してて、でまあいい感じのそのね、さっき話したラーメン屋さんの跡地が見つかったんですけど、そこは不動産屋さんに載ってたわけじゃなくて、もう自分でね探し出して、それでまあ大家さんというか持ち主の人に交渉して、それでまあこういうこういう古いゲームの博物館やりたいんで、まあ期間限定なんでね、そんな長くなんないんで貸してもらえませんかなんてね話をして、まあ貸してもらったって感じですね。あ、こんなとこになんか教会があるな。なんかあそこのね上に鐘があって、まあいい感じの、なんか幼稚園も兼ねてるんだな、うん、ってことはね、この教会に行くのは教会なんちゃってねなんて、まあそういうことも織り交ぜてね行こうと思いますけど、それでそのオーナーさんと、まあ、時価交渉をして、でまあ結構ねその時もその
オーナーさんも貸すつもりないから、うん、不動産屋とか賃貸なんかにも出してなかったんだけど、まあそんな長くなんないなってことで、まあ期間限定でまあ貸してくれることになったんですよね。うん、ほんでそれで最初はね、2ヶ月のつもりだったんですよね。その時はほらサラリーマンやってたからそんなに長くできないっていうのもあったし、まあいろいろねこう参考というかデータ取る意味でやるっていうのもあったんで、まあそんな長くやらなくてもいいかなっていうのって、まあお金もかかることだしね、家賃もかかることだし、で本当にねもう手作りって感じでやった感じですよね。だから搬出搬入ももう自分でやって、当時そう今だと駄菓子屋ゲーム博物館ね今59台ありますけど、その時はね20台でしたね、ゲームの機械で。あそこも古い長屋みたいな感じだったんだけど、ねトータル10坪だったかな、いや10坪じゃないな、10坪なかったような気がするな、トータルどのぐらいだろうな、いや10坪今の駄菓子屋ゲーム博物館のあのなんていうの表面積っていうかゲームを置いてるバックヤードの貸した店舗部分の面積が12坪だから何坪だったっけな、10坪あったのかな、まあ後ろに奥にあの部屋みたいのが畳の部屋みたいのがあって、そこが5坪5坪だったのかな、でそこのまあ5坪あったかに、うん、そのゲーム20台運び込んでやりましたね、うん、懐かしいな、あの頃本当手探りだったわね。まあ駄菓子屋ゲーム博物館今でこそね、まあ13年続いてますけど、まあその頃本当ね全くのそのなんていうの実績もなければその経験もなかったんで、なんでまあそれでね、あとまあ客商売も自分自身ができるかっていうのもあったんで、まあ本当最初ね、まあ2ヶ月って感じで始めたんですけど、それがね最初2ヶ月だったのがなんで3ヶ月になったかっていうと、それ結構ね、まあ、駄菓子屋ゲーム博物館今でも時々まあテレビとかね雑誌の取材があるんですけど、その試験的にやった時もオープンしたらまあ新聞雑誌テレビの取材が結構あったんですよ。その中で日経新聞の文化面に載ったことがあったんですよね。で日経新聞の文化面ってあの一番後ろのページで結構ね大きく取り上げられるんですよ。でそこでまあ駄菓子屋ゲーム博物館にやってることを、まあ、記事になったら、これでねナムコの創業者である中村雅也会長がね直々に遊びに来て、でそれでその時にまあいろいろ話して、まあ、こういう博物館をね結構遊びに来て、まあ、最初はね2ヶ月の詰めだったんだけど延長してほしいって声があるんで、まあそれでねスポンサーになってもらえませんかみたいな話をしたら、中村さんがああいいですよみたいな感じになって、で1ヶ月分のねスポンサーになってもらって、でもう1ヶ月できてトータル3ヶ月できたってことですね。なんで当初はね自分では2ヶ月の詰めだったが、まあ、3ヶ月できたってことなんですよね。うん、まあ、そういう思い出もあるんですよね。そんな思い出の詰まった旧駄菓子屋ゲーム博物館これから行こうって感じですね。そんでその時はね確かに私その中村会長が来た時はサラリーマンやってたんで、その時も仕事だったんだよな。その時会社行ってて、それでメールで問い合わせが来て、なんていうの日経新聞の文化面中村が見て行きたいんで遊びに行かせてもらっていいですかみたいなことを秘書の人からメールで来たんですよね。でと思って、じゃあせっかく来るならまあいろいろそうまあ解説というかいきさつというかなんていうかな説明したいなと思って、で会社でもうそのなんていうの半休届け出して、そっからもう急いで
あの駄菓子屋ゲーム博物館ね、旧駄菓子屋ゲーム博物館に戻って、それでね、まあ行ったって感じなんですよね。ここをね曲がりますよ。この交差点を曲がって、まっすぐ行った時に、あ、時和田駅って 700m なのか、結構な距離あるな。でね、ここずっと行くとね、あの踏切出すんでね、目印でね、お、信号青になった、行きますか。そろそろ近づいてきましたね。ここはね、一応時和台中央通り商店街という、あ、商工会か。まあ15年ぶりなんて言っちゃいますけど、実は地元なんでね、時々通ってますけどね、15年ぶりなんてことでもないんですけど、まあここも本当はね商店街だったんだけど、ちょっとね、まあ稲荷通り商店街と似たような感じで歯抜けになっているというか、なかなか難しいですね、今商店街もね。そう、それでね、そうで、秘書の人からメールが来て、急いでとんぼ返りして、いろいろ話してね、さっき言ったように、あの、まあ駄菓子屋ゲーム博物館のね、思いなんか熱い思いを結構語って、でスポンサーになってもらったという感じなんですよね。なんでその時ね、あの中村会長が運転手付きの車で来て、で止めてあったんですけど、それがね、ナンバープレート見たら765、まあいわゆるナムコでしたね。あ、そういうところにもね遊び心があるんだなって感じね、感心しましたけど、いや、やっぱここもね15年前とは随分様変わりしちゃいましたよね。あ、近づいてきました。そろそろですよ、旧駄菓子屋ゲーム博物館、15年前やってたところ。まあ今ねこの動画見てる人で旧駄菓子屋ゲーム博物館来た人って少ないんじゃないかな。なのでね、まあその時は今来たみたいに時和田駅からね、まあ徒歩10分ぐらい来て歩ってきたと思うんですけど、あ、見えてきました。なんと旧駄菓子屋ゲーム博物館建屋はこちらの広い建物です。建て替わっちゃってますね、やっぱり。やっぱりね、15年の歳月は長かったですね。まあ当時もね結構傷んでましたからね。でさっき見て長屋だったんですけど、隣が時計屋さんで、で私がその真ん中を借りて、でもう一個端っこが空いてたかな。ほんと昔ながらの長屋って感じで、やっぱこのね商店街なんで、一応ねその3店舗入るような感じの長屋で、だ私が入った時も時計屋さんはやってたんだけど、もう時計屋さんもどっか行っちゃったんですね。まあ残念ながらね、まあ久々に来てみたら駄菓子屋ゲーム博物館15年前の建物は建て替わってたってことですね。なんてね、まあ白地らしく言ってますけどね、まあさっきも言った通りね、まあここまあ地元なんでね、実はね建て替わってるのは知ってました。だからその時もね、ああ壊しちゃうのかと思ってましたけど、今から5年ぐらい前だったかな、に建て替えてね、まあこんなハイカラな建物になってましたね。ってことでね、まあ15年前に来た方はね、まあ道中もね懐かしんでくれたと思います。まあ建物はね変わってしまいましたけどね、まあ旧駄菓子屋ゲーム博物館の思い出はね皆さんの心に残っているところでね、楽しんでいただきたいでしょうか。ではね、今回はねこの辺で終わりにしたいと思います。またね思い出の場所巡り好評だったらしたいと思いますので、ね、グッドボタンよろしくお願いします。それではバイナララナイバ。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。